続いてはポッドキャスティングでも配信しています。大竹メインディッシュ。本日のお客様は著書奇跡の蒲田式ウォーキングが。家の光協会から発売中。毎年恒例のチョコ募金もスタートしました。鎌田實さんです。はい。<laughs> ようこそいらっしゃいました。いらっしゃいませー。こんにちは。<laughs> えー、よろしくお願いします。多分二百冊目の本だと思うんですけど。<laughs> いじめないでください。そんなにだそのくらいでしょだよもう。そうですね。もうね、健康番長ってあだ名をあげる。あ、番長。いい名前ですね。最初はね、頑張らないから始まったんだけどね。結構ね、頑張ってるよ。超頑張ってるもう今日はね、歩き方をとやって歩いたら。 ね、いいかってことを教えてくださいます。先生この間、はい、ないだありがとうこない来てくれた時にさ、はい、ブルーベリー浅漬みのくれたじゃない。あれすっごい美味しかった。そうなのよあんな美味しいブルーベリー初めて食べた。またこ持ってこいっていうことですね今。先生時計それなんかなんかいろんなのが出る時計ですかその表示。そう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 。シンボサイドがあったじゃないですか。え？ あうん、スマートウォッチなんですけども、うん、心電図も取れるんですよ心電図そう時計でで時時計で何時計の裏側が肌に触れてるとかいうなんですそういうことではいで正確な心電図が取れて、うん、心房細動という長嶋茂雄さんが脳梗塞になったのは、はい、おそらく心房細動が原因だったんじゃないかって言われてるんですけども。 僕もね1年前ぐらいまでかなり12年抱房細動に夜中3時ぐらいに悩まされましてどういう症状があっな胸が踊ってくんですよ。なんか青春時代みたいにドキドキしてくるんですよ。で目が覚めていても立ってもいられないというかんだろうんか焦燥感みたいなのあるわけそうそう えー、もちろんあの、うん、昼間でも起きた時なんかはもうどうしようどうしようってう感じなんだけど1時間ぐらいこう深呼吸をしたりなんかしてると収まるもではい、はいうんで、うん、だけどこ診断がついてから不整脈の薬ず、うん、ずもう4種類ぐらい飲んで、うんえー、だけど足のど血管からカテーテルっていうのを入れて。 で心臓の中が折り入ってカブレーションカブレーションっていう健康じゃないじゃん。健康番長っていうあだ名取り消させて。もう一分も経たないうちに取り消しちゃう心房細動からまあもう一年間全く起きなくなった。それ薬静脈の薬もいらなくなったし。それいつ何年前？それね二年前ぐらい悩んだのは。 ずっと元気なイメージーなんだけどそう元気そうに見えてるの、うん、いろんなことしてるんだ骨折したりいろんなことしてるんだでもうん,うん、ね、<laughs> そうなんだよ、うんはい、苦労してるのよでそれはそれが心電図が出てあと何が出るのれこれ、うんこれはねあのー コロナで肺炎があったとき、肺炎の重症度の PAO2 っていう酸素フォワードっていうのが、こういう指をこういうとこちょっと入れると、酸素フォワードが出るじゃないですか。90%超えたらだめだそうそう、9八ぐらいが正常なんですけど、96より下になると、もしかするとちょっと肺炎が起きてるかもしれない。そそれれもも出出るるてく 高,高いの,いいの高くないですよ,ですよあのスマートあ、うん、iPhone とつながってて、うん、えっと歩数もわかるんですよですから今日お話しする歩幅も測定できるんです、うんうん、歩幅もわかるのそうなんですよ、うん、はいなんかし 優優れて優れててですよねだから、うん、もうこう,こういう時計をしちゃうようになると時計をまた新しく買いたいとか思わなくな,、うん、なっちゃうので、うん、まあでもちょっと前まではさ、はい 見てて何も言わなかったけどちょっと時計なんかはさ凝ってたじゃん見てたのね先生時計に凝ってるなと思いながらいい時計に凝らなくていい時計しなくなって眼鏡をするぐらいですよ。これねみんな別行だと思って高いでしょとか言われるんだけど別行じゃないです普通のセロロイドの時計なんだけど。 けど時計でやめてメガネに少しはいお金をちょっとだけそうちょっとだけまあでも別校じゃなかったらそんなに高くないあそそうう普通のメガネ屋さん普通のね普通のメガネ何やってんの毎日すごい動き回ってんのいろいろ動き回ってますよどんな感じなんですか一日というか一週間というか公園にも行くしこの前は 歌手のホー,クホークシンガーの小室仁さんとジャズの坂田明さんと山形で僕が健康の話をして彼らがジャズとホークのフュージョンみたいなのをやったりして結構忙しくで今子ども・子育て市民委員会っていうこの国は人口減少にこうずっとなっていくのにみんないいとか言ってるけど人口減少になれば必ず GDP は下がってくるし。 国が貧しくなれば必ずその格差が強大きくなってだからそういう意味では子どもがちゃんと安心して生まれる国の方が防衛費をこう増強するよりも。 この国を強くて温かい国にするためには、うん、子供を安心して埋めて育てられる国にしないといけないんじゃないかなあのーうん、今年の夏すごいいろんなところの祭り巡りしてたんだけどやっぱどの地域も子供を見せびらかすもんね、うん、子供が多い地域ってさ出汁の上に子供いっぱい乗せてさみんなを みんんなながいいたりとかしててすごやっっぱ子供大事だな大事でからこのまんま日本で子供があんまり生まれなくなっていけばどん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  GDP 下がってインドに数年後には GDP で抜かれてインドネシアにも抜かれていくっていうだからもっと子供が産んでもいいっていう若い夫婦を応援してあげないといけない寄りなんだけど ど,どうにかさ年寄りでも埋めるようにしてくれたらさ <laughs> 今心に余裕もあるから、うん、もっと前よりいい子育てができる気がするんだけど、うんうん、あそれいいことですよね先生医者でしょどうにかしてよ僕は萌衣さんをどうにかする限りが <laughs> あとさやっぱりあれだよねあのこれは成田博之さんだっけ成田悠介さんか、うん、が言ってたんだけど、うん、あのー、今の。 困窮家庭だとかシングルマザーとかたくさんい,、はい、いるじゃない、うん。で、子供ね、うん、ちゃんとあのお金渡せばいいんだと、うん、で言うわけよ。例えば子供一人ね、大きくなってこの人が一生どのくらい稼ぐかって言ったら、うん、まあ2億ぐらいは一人稼ぐんじゃないかと、うんうん、ね、2億ぐらい稼ぐんで。 子供が1人できたら20年後には稼ぐようになるとそれも全部で2億ぐらいねこの人は生涯稼ぐだったら1人生まれた子供にね1,000万ぐらいねあげてもねそこあげても回収できるじゃないかっていうことまあでもそういうことだよねだからもっとそこら辺はんかこう 日本は教育も子育てもお金ね少ないけどもっとちゃんとしたらいいんじゃないかなっていうことをおっしゃってたと思うんだけど子どもの時にさ不公平があってもう中学行くにも高校行くにも大学行くにも差がついちゃうんじゃなくてスタートラインはせめて子どもたちに一緒にしてあげたいよね。 そううういふにね方はら、なければ本当に無料で国立大学まで入れるくらいにお金借りなくてもさ行く行かないは本人の自由だからねあれだけども先週ね東京で経済再生大臣の後藤茂之さんなんかにも来ていただいたり立憲民主党の国会議員もそれから公明党の国会議員なんかにも来てもらって。 やっぱこの国何ととかしないとまず人口減少っていうのはまずいんじゃないかという人口戦略っていうのをみんな持って、うん、あのもっと子どもがだんだん少しずつでも増えていくっていう国にしようよっていう話をしたりしてるんですよ今。うんただね 世界はももう人口ものすごく増えてんだよね、はい、あそうそうそその問題はあるねは食べ物の問題としては、ね。別の問題として、はい、ものすごいここのとこ世界は増えてる、はい、まあ日本はこう少子化になってるけども。はい、だから、うん、こ,あのこの国で超少子高齢化変えるっていうんだったら、うん、結構もう。 私だったらバンバンうんうんうんからもう上がったけど次の方はそれをどうにかしてできるっていうのにしてくれたら、うん、室井さんの旦那にも協力してもらいたいぐらいだよ僕は何を今のこ,ういうこういう少子化の問題を。 で,でもそれは毎回話してるやっぱりすごいそれは大変なことだって言ってるそうだよね、うん、やっぱなんかさ、うん、自民党政権も、うん、あのちきちっとこう出産準備金みたいのを出したりしてるけど、うん、なんかばらまきみたいな感じで、うん、なんかもう,もうちょっと大きな子供を大事にする国だよっていう大きな絵が で一個一個やっていけばいいのになって思っうんですけ、ね、ど、すぐなんか結果がうま生まれないじゃない。子供すぐ稼げるようになるわけじゃないし、だけど2030年度問題があってガクンって労働人口が減るから、今からどうにか動いとかないと2040年も2050年もずっと大変なことになっちゃうね。まあね、うん、政府はお金の使い方いろんなふうに使ってるわけだけどね、なんかこう。 どんどん予算が増えていって増えていった分ね、うん、みんながね納税しててそれとの差がどんどん生まれてきてて、うんうん、毎年、ね、40兆とかそのくらいのお金が。 余分にかかっちゃうっていうね、うん、プライマリバランスも大事だし。先生、私の若返りもちょっと心の隅に置いといて。なんか考えつくかもしれない。<laughs> そうだよな、大きな話から小さな話まで。全部繋がってるって言えば、繋がってるからな。うんはい、えっと、先にこのね。 チョコレートの話しちゃいませんか？はい、後でわしゃわしゃしちゃうからかいい、ま、はい。今回チョコレートのまあ、先生がいらしたからにはチョコの募金だね。はい、これをあの、えー、行うわけだけど、今度はなんかあれだね。なんか。まあチョコ形は一緒のところなんだけど。 なんか絵が六家庭のでもちっちゃいパッケージの絵が前のと違ってますね。そうなんですよ。これはなんででしょう。可愛い絵が書いてありますが。猫のなんかピンク色の背景に猫のえっとブルーのあのグライナーのチョコレートフォアピースって書いたんですけどひまわりの絵を描いてくれた。 ホズガって8歳の男の子がこの「ひまわり」の絵を描いてくれたんですけども、うんうん、ユーイング肉腫っていう難病で手術をするのに僕たち応援してあげてずっとサポートしてたんだけどいや残念なことにこの絵を描いて徐々に病気が悪化してすごいかわいいお人形さんみたいな顔してる、うん、亡くなったのう,んであのうちのイラクの スタッフがお家まで行って、うん、あのお別れの会でお別れをし,してきたんですけどもそれでもこうやって穂頭君が最後の力を振り絞った絵が残ったんで、うん、あのご家族は、うん、ああちょっとだけ嬉しいというふうに言ってくださって、うん、またこのひまわりの絵っていうのがねなんかロシアとウクライナの紛争で、まあ、ウクライナではこの、うん ひまわりがね、はい、たくさん咲いてるね、ソフィアローネンの主演のね、ね映画があってね、はいあ、その絵をこのホスガ君が描いて、うん、綺麗なひまわりが真ん中に一つ咲いていますけども、このチョコボキンは今年で十八回目になります。えっと、ただ鎌田先生が行商して歩いてるだけじゃなくて、うんうん、このボキンのチョコボキンの、うんうん 集まったお金はうん、うん、イラクの小児癌支援。はい、ジムネットハウス小児癌総合支援施設の運営。うん、シリア難民支援。うん、福島支援などにつながります。はい。うん、あ、まあ、うんうん、そうです。はい、いいですか。はい。また、後で宛先とかそういうのは。一番最後に伝えればいいかね。うん、はい、それでは五本の方です。奇跡の蒲田式ウォーキング。ね。えー、先生は。 あのこの番組に最初登場した時とはもう打って変わってもうスタイルもお腹も見事にへこんですごいお腹も見事にへこんでもうなんかこうどんどん若返っていくようなしかも必ず新しいことしてんのよ私親よりは鎌田先生と会ってんだからねそうだな本物の親よりだけど鎌田先生毎回新しいことしてる会うたびに200冊目の本だから。 うん、<laughs> かい今回は蒲田式動き、歩くことは最高の介護予防という見出しがついています。 歩くことは薬だと日にち薬とかさ言うじゃないですかし人薬っていい人と出会ったりすると少し心が和むという人薬歩くのも薬と思ってただ歩数じゃなくてこの本書いたのはもう圧倒的にみんな歩けばいいと思ってあのと思って。 千歩とか1万歩歩いてあの膝とか痛めてる人も結構いらっしゃるみたいよだからもう4,000から6,000歩ぐらいでいいから、うん、あと15分だけ僕の歩き方してくれるといいなって早遅歩きっていうんだけども。うんうん あの歩幅が広がると、特に女の人は歩幅が狭くなってくる。すっごい大事。あの歩き方って習ったんだけど、ホーステスやってる時とかレースクイーンの時、わざと歩幅大きくすんの。すごいそっちの方がスタイルよく見えるから。あ、そうなの。ちょっと見てくれる？うん。あ、いいですよ。このぐらい大きく。お大股歩きじゃん。そうなの。 歩幅を5センチから10センチ歩けると、うん、ね女性は認知症のリスクが歩幅が狭くなった人と広いまんまの人は約5.8倍認知症リスクが下がるって言われてる、うん、っていうかもう見た目だけで歩幅狭いとおばちゃん臭くなるよねだ、うん、からね血糖値が下がるんですよだから糖尿病の僕の患者さんなんかでも歩幅を広げて歩くようにすると血糖値がだから ウォーキングがいいっていうだけじゃダメで歩幅を広げるかピッチ方向っていうんですけども足の回転こう見せてみんな実践していい少しこういうま歩のようにこういう速くちょっと競歩っぽいねそうにうょっとこういう早くそう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 そ歩っうそ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 うゆうそ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  だから先生のこの本読めばいかにいいかって書いてあるけど、うん、絶対それは言えるあの歩幅を大きくした方が若々しく見えるからぜひあのガラスかが、ガラスあるじゃんビルのああいうところ映ったところで試してみてほしい、うん、狭いとじじイとかばばくさく見える。 この大竹マコトがを幅広歩行をしだしたら面白いね。大竹さん意外と歩くときピシッて背筋まっすぐで広いのよ。あ、そうなの。まあうん、あのね。<え>生まれた時から姿勢だけは褒められるの俺は。なんだかわからないけどそ。それは素晴らしいな。もうねうちのきたろなんかねもう見てるみどんどん歩幅がねあのあの狭くなってるね。うん、もうちょこ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 。 歩いてるる感じするよねあやっぱりなんかこう、まあ、若く見える見えないはともかくまあだから歩幅狭くなるのが、うん、まあ逆な言い方すると老化現象だよね、うん、あそうなんです歩幅が狭くなっちゃったっていうのは、はい、老化してるっていう意味に捉えた方がいいよね。うん、うん 歩き方変えるだけでね認知症のリスクも変わるし血圧も少し下がってくるし血糖値も下がってきていいことずくめなんですよね。本当やってみてなんなかったら河本先生に文句言っていいいやいやただ河本先生んかこうさっき言ったけどさその人にもよるだろうけどんか歩いてる人は俺ちょっと歩きすぎに思うんだよね。それはすごいいみんなな歩くじゃ 大体どのくらい年齢でどのくらいが基本の歩数ぐらいのことは分かってるんですか分かってます、はい、大体ね8,000歩までは大体す、うん、少し性比例で効果が出て、うん、体にいい効果が出るんですけど、うん、8,000歩を超えるともうプラトーって言われて1万、うん、2,000歩を超えるとむしろ害がはっきりしてくるって言われてでも8,000歩っていうけど結構8,000歩って結構歩いたってことじゃんそうですねもうちょっと 手前ぐらいでいいいい4,000歩から僕はこの本では6,000、うん、歩ぐらいでいいから、うん、歩き方をもう本当に忙しい人は3分間、うん、僕ま田式の歩き方で早歩きを 1>,、うん、1分やって早歩きを1分はい、うんえー、さっきの幅広ですね、うん、ちピッチをこう30秒、うん、ピッチをちょっとあの<こ>うん 回転数足の回転数を上げる競歩みたいなやつを1分それから30秒それ三十秒それを30秒それから30秒を腹式呼吸をお腹ふをふっとくらましながら深呼吸をしながら息を呼吸を整えてゆっくり歩きそして1分最後に幅広歩行そうできそうそれは深呼吸しながらゆっくりは何分やるの ?30 秒それ30秒もう一回ちょっと最初から言って。 1分幅広歩、うん、1分幅広足を広げて1分、はい、30秒ピッチ方向30秒は競歩みたいはい、はい、これで1分30秒、はい、30秒は腹式呼吸をしながらお腹を膨らましながら、うんうん、景色を見たりしながら呼吸を整えるゆっくり歩きそして最後に1分幅広方できる これね先生別に外じゃなくてもいいホームセンターとか巨大なショッピングモールでいいんでしょ最初に大股でだいたい売り場を見学すると。 で何が安いか見たらそこで小走りと <laughs> いいそうそう3週ぐらいしてからね買,い買った方がいいのよ駐車場を遠くに止めたら<や>最後そう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 自分が高齢者になっても高齢者のためにあの駐車場、うん、入り口のところが遠いところに止めるとだけで、うん、もう随分違う。 これいや分かったけどさそれやると何がどうなるんですか体の中でそれを教えてくださいそれを下がってくるし血糖値も落ち着いてきますしそれから足の筋肉が強化されてくるので転倒しにくくなってくるんですよね。なおかつ 将来認知症の予防ができるという、うん、だからもう3分だから地下鉄に行くときにこの3分早遅歩きっていうのを入れる習慣をつけてもらうとず、うん、もう1年も経ってば随分体が、うん、変わってくると3分でトータルで3分だったらできるこれ5分とかちょっと嫌だ3分なら3日坊主にならないでしょう,うならないねえ、うん それはあの日本医学学会連合などが中心に80団体が、はい、このそういう歩き方が、はい、あの健康にいいということを宣言したわけですか805 80運動っってて歳になってからの どっか日帰り温泉に行くとかご飯をレストランに行って食べるとかっていうことが80歳になってもできるのを目標に805運動というのがやってその中に少しスクワットをやったりウォーキングをしたりすることによってフレイルという巨弱になる高齢者を少しでも減らすことで介護保険のお世話になる人がどんどん減っていくっていう。 ことを宣言したんですね内科学会とか整形学会八<ー>0学会医学会が協力して宣言したんですねそれ大事だよねなんか長生きただしたいだけじゃないもんやっぱりレストラン行ったりとか観劇<う>行ったりとか映画見に行ったりしたいもんねそれが大事なんだよね、うんうん、でその他それ最後のところ行くのに、うん、やっぱり大竹さんのそのその、うんうん こう芝居を見,見に行こうっていうふうに思った時にお金の問題も少しあるかもしれないけども最後はみんな筋肉がなくなっていく気力がなくなっていくんだけども行けば笑うし面白いし元気が出るわけでやっぱり。 えー、入場料が8,000円だとしても、うん、それ以上に筋肉を鍛えておくることが大事なんですよ、ねね、タンパク質もいっぱい取らないとね、うん、普段の食事だとタンパク質やっぱり足りないから、うん、朝昼晩とプロテイン飲むくらいがいいよ。うんうん、えっ プロテイン先生プロテインとかのも飲む方がいいの,飲まないのいや高齢者はね、うん、少しプロテイン飲んでもいい飲んだ若い人がボディービールのために飲むんじゃなくて、うん、むしろ高齢者はタンパク質が足りないから筋肉が落ちてく、うん、い大事なんだよね私年々食が細くなってて鳥がつついたぐらいしか食べれないから、うん、そんなことないプ<ロ>そんなことない食べてるとこた,たくさん見ましたあなたが。<laughs> 鳥みたいな食べ方じゃありません。<laughs> 見てます私。バクバク食ってますから大丈夫です。<laughs> チョコボキンの電話番号を教え言ってくれる。皆さん大事なことを伝えます。<laughs> うん、チョコボキンの詳細ジムネットのオフィシャルサイトからご覧になってください。うん、注文はお電話でも受け付けています。電話番号零三の六九ゼロ八八四七三六九ゼロ八八四七三 そして本日は鎌田さんの著書「奇跡の鎌田式ウォーキング」をリスナーの方5名にプレゼントしますご希望の方は住所,名年齢住所指名年齢電話番号を書いて番組宛てのメールもしくはファックスにお寄せください当選者はエンディングで発表します大竹メインディッシュ本日のゲストは鎌田稔さんでした はい,あり,いありがとうございます。